ウクレレを素敵に可愛くアレンジしてみませんか、ということで今日はこちらのウクレレを使ってあなただけの世界で一本のウクレレ DIY をしてみたいと思います。今日はこちらにお絵描きをするんですけど、プロに頼んだらそりゃ品質のいいものができますけど、自分でやるのも結構楽しくて、そして宝物になること間違いなしです。よかったら一緒に楽しくお絵描きしてみましょう。レッツペイント。それでは材料紹介したいと思います。まずは必ずいりますウクレレですね。こちらはもう何色でも構わないです。無地のものだったら大丈夫です。そして、アクリル絵の具、今回はこれを使います。ポスターカラーだったりペンだったりサインペンだったりお好みのもので大丈夫です。そしてこの色を塗るときにはみ出ないように縁に貼るマスキングテープ、これは最後落下するときにも必要となります。そして今言いましたが最後の塗装に使うこちらは、ラッカーのスプレーですね。光沢が出るのはポリ塗装の方なんですが、初心者でも使いやすくて液だれとかムラとかがしにくいので今回はこちらを使います。それでは描いてみましょう。構図を考えよう。まずはこういうウクレレの大体の大きさに描かれたものに下書きをします。どういう絵を描くかバランスをここで考えましょう。それができましたら実際にウクレレの方に後で消えやすい鉛筆とかシャープペンシルなんかで下書きを写して描いてみましょう。ラッカーでウクレレをコーティングしましょう。